んにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、今日はですね、カルボ風卵かけご飯を作りました。名前で今言った通りカルボナーラ風にした卵かけご飯でございます。作り方はね、超簡単です。じゃあ作り方いきたいと思います。材料です。卵、ベーコン、粉チーズ、エキストラバージンオリーブオイル、おネギ、ご飯です。ベーコンを切ります。で、卵は卵黄だけ使います。卵黄は30個使います。じゃあベーコンは油を引かずにそのまま焼きます。ベーコンブロックみたい。はい、こんな感じで大丈夫です。はい、じゃあご飯を7合用意しました。ここにさっき分けておいた卵黄、粉チーズ、この人はレシピからさらに追加しますで、黒胡椒で、ベーコンを飾ります。おネギ、オリーブオイルをかけたら、じゃん、完成です。めっちゃ美味しそうですね。もうベーコンがたっぷり入っております。すごいな、ベーコンの量が。いただきます。じゃあ早速卵を割ってみましょう。ブーン、うおー、卵と絡むベーコン、絶対うまいです。卵かけご飯ですからね。カルボ風 TKG、 豪華に卵黄だけ使いましたからね。全卵を使ってもね大丈夫です。なんかでも私量が多いからちょっとべちゃべちゃになるかなと思ったやつ、卵黄だけにしました。はい、美味しそうです。チャーハンみたい、いい色ですね。ね、このパルメザンチーズがよく効いてますね。チーズの旨味が広がって、で、まあ、ほんとカルボナーラみたいな味がしますね。うん、で、卵黄だけ使ったからリッチな感じです。あとベーコンの塩気がいいですね。うん、やっぱお醤油が入ってないだけでこんなに洋風になるんですね。で、こちらは木下ゆうかご愛用コスモス食品さんのオニオンスープです。もうオニオンスープが昔から大好き。で、本当にね、昔からずっとねこのスープあるんですよ。ってことは大好きな人が世の中にいっぱいいるってことでしょうね。うまー、玉ねぎの旨味がねしっかり出てて味が濃くって本当に美味しいです。うん、はあ、スープっていいですよね。冬って特に美味しく感じる。で、ここでですね、本日のドリンクを紹介したいと思います。森永さんから出ています、焼き芋飲めるってよ、です。で、めっちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。焼き芋飲料とか、めっちゃ焼き芋の匂いがする、震える。乾杯。これはあれですね、焼き芋ラテ、焼き芋ミルクセーキ、牛乳混ざっとる感じでめっちゃくちゃ美味しいです。このドリンクの味超好き。甘くてお芋のね風味がしてむっちゃ美味しいです。はあ、美味しい。これはちょっとおすすめです。また確かお、なんか最初から全部混ぜるんじゃなくって、粉チーズ部分とかなんかあんまり混ざってないところとか、すごい粉チーズが多いところとか、いろいろあった方が美味しいよね。卵かけご飯って全部混ぜると全部同じ味になるけど、お醤油が強いところとか卵黄が強いところで、ここは卵白が強いところとか、そういう、私卵かけご飯ですよね、ちゃんと混ぜない食べ方が好きです。うん、これもそうやって食べる方がいいな。なんかでもこういう最近
近ちょっと文章みたいになった飲み物多いですよね。流行りなのかな、飲み物界の中のブーム。昔はこういう映画あったよね、何々部活やめるってよっていう、そのノリですね。ベーコンとさ、目玉焼き乗せたご飯めっちゃうまいもんね。あれのもうちょっと工夫したバージョンって感じよね。はい、でここでですね、味変をしたいと思います。てれれってれー、ローカンマー。これは中国4000年の歴史、嘘です。いやこれめっちゃ美味しいんやけど、まあ食べるラー油みたいなちょっと似てるけど、まあもっと辛い。でもこれがね、マジで何にでも合う。水餃子とか麺とか何に乗せてもいいんやけど、ご飯に乗せてもうまいんです。だからこれに乗せても絶対うまいと思う。美味しそう。で追いネギしよう。はい、素晴らしい。味に深みが出てめっちゃ美味しい。辛い。でもこの辛さがね、いいね、引き締めてくれます、このカルボ風 TKG を。今日の朝中国語勉強したんだけど、ネットでね。で今日はね、ゼアっていうのを覚えました。ゼアっていうのはこれで、これはゼアシー、ゼアシー TKG とかね。ゼアっていうのが最初覚えられなくって、しかもピンインっていうのはアルファベットの振り仮名のことなんだけど、ローマ字の振り仮名か。アルファベットでは振り仮名は ZHE って書いてあるの。でも読み方はゼアないの。基本的に大体そのアルファベット通りに読めるんだけど、たまに違うのとかがあって、例えば SI って書いてあるけど、スーっていうのがあって、口の形は E なんよ。でもスーっていうのがあって、そういうのとかたまにイレギュラーあって、ゼアもそうやなっていう感じで。で私はどうやってそのゼアを覚えたかって言ったら、ウルトラマンがゼアっていうなと思って。てかウルトラマンぐらいしか言わんじゃん日本語でゼアっていうものないじゃん。だから、あ、ウルトラマンいつもこれこれって言ってるんだなと思ってびっくりしました。あ、じゃあこれこれさん、ゼアゼアさんだなんかだんだん分かってくることが増えてきちゃって、最近楽しくなってきました。あー、ローカンマつけた方が絶対美味しいな、これ。でもイタリアンとかさ、よく唐辛子オイルみたいのがあるやん、それの代わりみたいなね。ちょっとこの辺でね、卵を追加したいと思います。これね、全卵です。ズルズルズル。なんかだんだん冷たくなってきました。最後これ一杯はレンジでチンします。でちょっとなんか火が入るとまた味が変わるかもしれないですね。なんか普通にチャーハンみたいになるかなまあいい、それはそれで味変の一つですね。チャーハンと違うのはちょっとここに粉チーズが入ってるってことですからね。ちょっと違いますよ。空っぽです。でどうせだったらここに粉チーズを足してみましょう。おネギも全部入れようっと。ちょっとチンしていきます。じゃん、温めてきました。うん、チーズを足したのでチーズ感が増しました。あ、下の方レンジでちょっと火が入ってますね。おじやっぽくなっとる。うん、最後の一口いただきます。焼き芋飲めるってよが最後のデザートにとっておきました。牛乳系のねドリンクは食事に合わないですね。めちゃくちゃ美味しい。
ごちそうさまでした。カルボナーラ卵かけご飯とっても美味しかったです。もうちょっと手を加えた方がいいかなと思いました。後半ちょっと飽きがきましたね。この量だともうちょっとやっぱり野菜とかね他にも入れた方が飽きが来ないかなと思いました。でもまあご飯いっぱいぐらいだったら絶対飽きないと思います。でこの焼き芋飲めるっていうマジ美味しかったです。てか焼き芋ドリンクって美味しいですよね。いやー冬らしいしなんかいいですよね。とても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように。レッツイート&スマイル。皆さん自分のためにも自分の周りの大切な人のためにもうがい手洗いソーシャルディスタンスマスクなどねしっかり対策して毎日楽しく過ごしましょう。バイバーイ。